よいしょ。はい、2、1。はい、お待たせしました。あずま焼き物広場テレビジョン、今日は第9回ということで、着物のリメイクについて、お話ししていきたいと思います。ちょっと放送が遅れてしまって大変申し訳ございません。少し、突然のトラブルによって放送が止まってしまったと思うんですけども、見ていただいている方どうもすいませんでした。第7回の時にですね、着物のお直し事情とリメイクっていうことで喋ってたんですけども、今回はですね、第8回が、イレギュラーにあったもんですから、今回第9回で、リメイク事情についてをもう一度お話ししていきたいと思います。じゃあ、早速ですけど今日、リメイク、いろんな着物についてのリメイクについて、少しずつ喋っていきたいと思います。はい、今日はディレクターさんも、参加していただけるということで、ぜひよろしくお願いします。まずはですね、着物の、ね、リメイクといってもですね、いろんな意味がありますよね。例えば着物から、着物へ、これもリメイクですよね。リメイクっていうのは生まれ変わるっていうことなんで、着物から着物へ、作り直す方法があったり、着物から例えば羽織やコートや、はたまた帯、着物からその着物の小物じゃないけど着物のそういう、まあ、付属のものに変えるっていう方法もありますし、着物からはたまた洋服バッグなどですね、そういう、まあ、いろんなお直しの方法があります。で、まあ、それぞれに、共通して言えることは、とりあえず今持っている着物をそのように、直すっていうことなんで、それにはまず加工が必要なんですね。その加工の方から先に今日は説明していきたいと思います。リメイクについてこれ1時間しっかり取ってありますので、その間に皆さんから例えば、ご質問ご要望などあった場合は、今回はその都度答えていきたいと思います。対話方式で、どんどん質問を、ね、していただけると嬉しいと思います。質問していただいて、質問の答えをしながら、まあ、時間を見ながらリメイクについて、ずっと喋っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、画面の右隣の、ソーシャルストリームって書いてあるところに、チェックインというところがありますので、今のうちにそこのチェックインっていうところを押してもらってですね、喋っていただけるといいと思います。ミニ09693、ハオリヒモさん、こんばんは。このように、打っていただければ私の方が見えてますので、天の声さんバッチリ参加ですねと。今日は着物のリメイクということで、ハオリヒモさんが打っていただいています。これは私が見えてますので、皆さんが打っていただければそのように答えますので、よろしくお願いします。まあ、あと声が小さいよとか音が聞こえないよっていうのもあったら、随時お答えしてきます。はい、話がちょっと飛んでしまいましたけども、リメイク方法ということで、まずは、着物をとにかく何かに変える前に、自分がお持ちの着物を、加工するという話をしました。加工をするっていうのは、まずはここに一つ持ってきましたけども、このようなちょっとアンティーク系というか、前の世代の着物なんですけども、こういう着物をですね、まずはほどかなければいけません。まあ、当然ですよね。着物から着物へ直すにしても、一度ほどいて仕立て直すことが必要になります。その時にですね、前回の着物のお直し事情でもお話しした通り、着物を一度こうチェックして洗ったりですね、はたまた仕立てを直しをする時にですね、今まであった縫い目とか、縫い線ですね、あと縫い跡、そういうものを、全て取り除くというか、まっすぐにする方法として、一番大きな、加工があります。その名前がですね、着物業界ではちょっとテロップに書きたいと思いますけども、こちらに書きました。
洗い張りという作業が、一番、まあ、どんなリメイク方法の一つとしても、一番これがベターな方法になります。洗い張りっていう言い方をするのはこれ着物業界だけだと思いますけれども、どういうことかというと、書いてある通り洗って貼るって書きますよね。洗い張り、着物をまずは解きます。解くっていうんですけども、その洗い張りの前に着物をほどくことですね、手縫いで縫ってあるとかミシンで縫ってあるも含めて、その縫ってあるものをまずはほどく。でほどくことを着物業界では見えますかね、とき、まあ、とくというんですけども、ほどくっていう意味なんですけど、ときと言います。で、といて、それから、洗い張りをする。わかりますか？私ですか？はい、天の声さん。わかってますよ、ちゃんと。はい、こういう着物をリメイクするときにはまずは、とく、ほどきます。はい、ほどいてバラバラにした後に洗い張りという作業があります。はい、で洗い張りと丸洗いの差をよく聞かれるんです。ここに洗い張りと書いてあります。で洗い張りっていうのはどういう作業をするかというと、まず溶いたものをその通りに水洗いをするんですね。で水洗いをしてちょっとこう、洗剤にしっかりとつけて、ブラッシングする感じですね。で着物によってはその方法がいろいろ変わるんですけども、もう完全に、水洗いをしてしまうという考え方で結構です。で丸洗いっていうのも着物業界ではよく言われるんですけども、着物業界でいう丸洗いというものは、まあ、洋服の世界でいうとドライクリーニングすると思ってください。ドライクリーニングっていうのは、溶剤ですよね。溶剤っていうのは、まあ、ちょっとしたこう、気圧性のある、油で洗うんですけども、そうするとですね、当然丸洗いでもきれいになるんですけども、油剤で洗うもんですから油性の油は取れやすいんですけども、水性、まあ、汗やそういう水性の汚れは取れにくいって言われてるんですね。で着物の場合は、そういう汗もありますし、外からの油汚れもついてくる。でだんだん着物がちょっと黒ずんできたりしますので、昔の人はシーズンオフに1回この洗い張りという作業を、してきました。で洗い張りっていうのは本当に完全に、解いてしまって、さっき言ったほどいてしまって、それから完全に反物の状態に戻すようにして洗って、貼るというのは最後に、洗うと絹は縮むもんですから、しっかりともう一回仕立てやすいように幅を出して、それから整えて、貼っていっていくんですね。それで乾燥させます。そういうすることによって、まあ、着物をもう一度蘇らせる、新品の状態に近づけるっていうことなんですけども、そういう状態を洗い張りと言います。で、とき、洗い張りっていうふうに、2つをつなげて言われる方もお見えになります。で、リメイク、これはもうどんどん喋っていきますけども、この、ときという作業がやはり大変ですよね。着物を、縫ってあるものを一度こうほどくわけです。で、洗い張りのお金が結構高いっておっしゃる方が見えるんですけども、まあ、例えば当店では、いろんなお店がありますけども、当店では、この時洗い張りをセットにして合わせの着物といって、裏地がついている八掛けとか裏地がついているものについては、時洗い張りで大体7,000円から8,000円いただいております、普通の着物で。でこの中の時っていう部分も手で解くわけですから、結局まあ自分の力、自分でこう、ほどいてきていただければ、この時という作業をご自分でやられれば洗い張りのお値段だけで済みます。お得ですよね。意外に安いですね。意外に安いと思います。もっとするかと思って。そうですね。まあ例えばうちのお客さんでもね、解いてきてくださいって言うと、
結構着物解くの大変でした、2時間以上3時間ぐらいかかりましたとか平気でかかっちゃうんですね、この解きという作業ですから、この解き洗い張りの中の解きを自分でやると洗い張りだけで済むよとかね、もうお時間がない方はそのまま解き洗い張りと言っていきます。はい、じゃあその洗い張りをするとどういうふうになってくるか、ちょっと今日はその洗い張りをしたものを持ってきました。はい、これです。これはもともとお母さんの振り袖だったんですね。それを娘さんに仕立て直したい、これは着物から着物にリメイクする方法です。で、お母さんの時代にお母さんがやはりたくさん着られた方だったみたいで、シミや汚れ、またその他ちょっとこう縮んでしまった部分とか、これは特に絞りの着物ですので、わかりますよね、総絞りと言われている着物を、解いて洗い張りをしてあります。見ていただくと反物の状態になってますよね。で、こうつながってるのがわかりますか。もともと着物だったんですよね、それの。はい、ここが袖だったんですね、片袖。継ぎはぎしてあるんです。はい、これ継ぎはぎして、まあ反物の状態に見せてるんですね。もう一度、すぐに、まっすぐに布目を揃えるっていう意味もあって、洗い張りには。長年着ていくうちに、ここだけ縮んじゃうとか、ね、水がかかってしまったとことかとか、そういうところがあるんで、一度全部、貼っていくことによって全てを均等にこう伸ばしていきます。これで、こういうところに継ぎ目が見えますよね。これを歯縫いと言います。どんな字書くんですかね。歯縫いは端を縫うっていうふうに書く。端、端縫いで歯縫い、端縫い、端っていう端っていう字ね、漢字の端っていう字、ね、でこの端物の状態にこう一度戻して、とにかく、仕立て屋さんがもう一度縫いやすいようにしてあります。これはね、着物から着物へ直す場合は大体こういう作業があります。で、しかも今回、この裏を見ていただいて、これは絞りの着物です。今ではやることが少なくなってきたんですけど、これ裏に薄いゴースみたいになっているの分かります？一枚貼ってあるのが見えますか？ディレクターさん喋ってくださいね、天の声さん。喋ってますよ。ここの部分は貼ってない部分があって、ここ貼ってある薄いゴースみたいなのが貼ってあるの分かりますよね。あ、それ何のためなんですか？これは絞りの着物だけに限ってよくやる作業なんですけども、裏打ちと言われています。裏打ち、はい、はい。なぜかというと、絞りの着物ってもともと布を絞ってこの模様を出すっていうのは分かりますよね、うん、そうするとこう元に戻ろうとする力が着物にあるの分かります？もともと絞ったやつを伸ばしちゃうわけですから、縮んでしまう。そうするとまた湿気とかによって縮んでしまう、ね、で縮んでしまうものを防ぐように、実はこれこの裏打ちと言われているこの裏の布、薄い胴裏みたいなのなんですけど、ここ縫ってあるの分かります？縫ってありますね、斜めに斜めに、はい、で全体的に突っ張るようにしてあるんですね。これが裏打ちっていう作業、こういう仕事も結構重要な。それは全面に やってないんですね。今やってないとこはありますね。柄が出る方だからね、これは。あ、こっちは裏だから。いえいえ、その裏打ちっていうのは全面にやってある。あ、その今やってないとこも、はい、そこそこそこ。こういうやってない部分もあります。で、またやってある部分が出てきます。その場所によって、箇所によって、上げのところとかは、上げって言って、ここの上げに入ってしまうところまでやっちゃうと、ボコボコになってしまいますので、はい、中は入るところはやってないです、ね。やってない。はい。で、ちゃんと外から出るところにはやってある。じゃあその裏打ちした状態でまたを作り直すって、うん、この絞りの着物に限ってはね、うんうん、でこれがまあ表を全部洗い張りをした状態になってます。なるほど、はい。
で次にいきますね。これが粗い針にするとこういうふうになってくると、はい、あ、フォトスタンバイさんこんばんは。で続いて、粗い針をすると、裏地というものが着物にはね、先ほど合わせの着物っていうものに裏がついてきます。で、ここでリメイクで、聞いていただきたいのは、着物から着物へする場合に、裏地も一緒に、もう一回使い直したいときは、裏地も一緒に粗い針をします。裏というのは胴裏っていう裏の部分ありますよね。この振り袖でちょっとご説明しますよね。これ着物ありますよね。で裏地裏ついてますね。で見えるかな、見えますね。ここが胴裏という部分で、この下裾の方についてるのが八掛けと言います。胴裏と八掛けが着物には裏が2あるんですね。女物の着物には。で、こちらも一緒に洗い針をした方が、当然同じことですから、縫ってあるものだから。これ、先ほど表地やったのと一緒に、裏地も一緒に洗い針してください。その裏も一緒に使って、もう一度仕立て直す場合はね。ただ、ここで注意してほしいのは、今回のこの方は、さっきの振り袖の方はお母さんより大きな方でしたので、背の裏が足らなくなったんですね。測ってみたら裏地が、はい、短すぎて、はい、そういう場合は裏地も洗い針する必要はないんですね。もう使わないから、新しい裏地と交換するから、うん、分かります、うん、そういう場合は裏地は洗い針しなくて大丈夫ですよって言わないと、業者さんは全部洗い針をしてきてしまいますね。裏地も着物洗い針って書くと裏地もセットだから、分かります。そうですね、はい、だからなるべく、この着物と着物を洗い針するときに、例えば着物から洋服とかバッグに変えるときは裏地ははっきり言っていらないじゃないですか、うん、これは、まあ、使えば使いたい人はこれはやればいいんですけど、裏地はいらないよっていうときは洗い針でも裏地は結構ですと、裏地は洗い針しなくて結構ですって言っていただければ、表地だけをさっきみたいに洗い針をすります。そっちの方が安く済みますか。やっぱ安いんですね。まあ安いですよ、うん、当然裏地も同じようにこういうふうに伸ばしてしっかり やってもらうよりはその分お値打ちになりますんで、これを洗い針の作業の中で覚えていただきたいかなと。まあ、当然まあね、専門の業者さんに出されるとそれを聞かれると思うんですけど、初めのうち何が何だかさっぱりその洗い針だとか時だとかいろんなことをこう言われちゃうとですね、皆さんの心理でですね、おそらく何て言うんですか、まあ何でもいいからやってくださいって言っちゃう可能性があるんですけど、今みたいにその洗い針っていうことはこういうことですよ、裏まで使うか使わないかっていうのはこういうことですよっていうふうに覚えてもらえば、裏まで洗い針をするかしないか、そういうところも、覚えておいてください。で特にこれアンティーク着物をお持ちになった方の場合は、アンティーク着物の裏地っていうのは、まあ、結構昔の特に普段着の裏地はあまりいい素材を使ってない場合がありまして、手でね引っ張ると簡単にこう裂けてしまう場合があります。あと洗い針で気をつけるのは、リフレッシュするんですけども、着物を洗って、あまりにも、ちょっとこう古いものですと洗い針にすることによって、布が少しこうブラッシュアップするわけですから、ちょっとこう悪くなる、また少し悪くなる場合もあります、そうするとこう裂けてしまう、布が裂けてしまう、洗って乾いた時にちょっと裂けてしまったりとか、そういうこともあるので、なるべく、昔の着物を洗い針する時にはご自分で先にこう手で結構強めに引っ張ってみてですね、目立たないところで、大丈夫かな、裏地は大丈夫かな、表地は大丈夫かなっていうふうに調べて洗い針をしてもらうといいと思います。
ここまではどうですかね。なんとなく理解はできますかね。あのど素人のあの方がお見えになるんで。大丈夫です。わかりましたか、はい。で、裏地、これはやらなかった場合ね。はい。ここにやらなかった場合の裏地がこのようにあります。きれいに裏地がだけがついたまま洗い減りをされていない状態でほどかれてますよね。わかります？先ほどの裏だけの状態で、裏地の部分、ね、裏地の部分だけ、はいはい、こちらの方は、裏地をそっくり色を変えたいっておっしゃったから、はい、要は洗い張りをした時に裏地はもういりませんと、はい、おっしゃられたので、これはもうそのまま洗い張りをせずにお返しします、はい。まあ、使う使わないはその先に決めればいいと、はい、洗い張りをしてしまう人はもったいないじゃないですか、これ使わないなら、うん、そういうふうにあの裏地をされない方もお見えになります。はい、じゃあ次で、今ねリメイクの中で洗い張りをこう説明させていただきまして、で洗い張りをするととにかく1枚の布になって帰ってきますよ。しかも綺麗になります。シミもすごく取れます。丸洗いよりも洗い張りの方がものすごく綺麗になります。でちょっとお金はかかってしまいますよね。洗い張りの場合は着物から着物へ直す時も結局ほどいてしまって洗い張りをしてもう一回仕立て直すことになるので、まあ、最低手縫いで、絹の着物ですと、今言った8000円足す、裏地がそのまま使われたとしても、まあ、仕立て代の2万円ぐらいはかかるので、3万円近くは必ず洗い張りをするとかかるというふうに頭に思っていただけるといいかなと思います。まあ、買うより安いでしょ。3万円。最低でも着物から着物へのリメイクをすると3万円ぐらいはかかります、うん、あのお店によっては違いますけど値段はとにかく、うん、まあ、大体そのぐらいはかかるよっていうふうに思っていかないと、結局アンティークの着物を買ってきて自分サイズに直してくださいと、うん、で手の長さぐらいのお直しだったら前回のお直し事情で喋ったみたいに数千円で済むんですけども、うん、もう完全に自分のサイズとその着物が違った場合は、うん、自分のサイズに直したいですよね、うん、でほどいて洗い張りをして仕立て直すとそのぐらいお金がかかってしまいますので、そのぐらい愛着のある着物とか気に入った着物じゃないと結局はやらない方がいいっていうか、結局お金がかかってしまったなとなってしまうんですね。わかりましたか。はい、いやうんって言っても声出さないとわかりませんから、ディレクターさん、いやいや声を出さないとわからないですよ、はい、皆さんに天の声の人はっていうふうに書いてありますけど、はい、で、じゃあですね、今は着物から着物へリメイクする時の、あのいろんなお話をさせてもらいまして、じゃあ着物から羽織、さっき言った羽織やコート、最近よくあるんですね、着物を例えば古いおばあちゃんの着物、アンティークの着物を持っていらっしゃったんですけども、結局今の方の方が背が高くて洗い張りをしても着物から着物へ直すだけの丈がない場合、丈、ほどいた時に、自分が伸ばしたいだけ伸ばせない場合、じゃあ着物から着物へが難しくなってきます。サイズが、違いますから。でこの辺は大体あの質問でよくあるんですけども身長差、着物の身長差が10センチ以上あるとなかなか難しい、中には大丈夫なものもあるんですけど、なかなか難しいと思ってください。今までの僕の経験です。10センチ以内だったら身長差がなんとか出せる場合もあります。それはあのお直し事情でも少し話しましたけども、上げという部分ですね、着物の中に腰上げ、腰の部分に線が入っているかどうか、この着物はついてますけど、腰上げが前と後ろちょうどこの帯に隠れる部分に縫い込みがあるかどうかっていうことなんですけども、腰上げがある場合は、ある場合でも
身長は10センチぐらいプラスまでぐらいしか作れませんよと、そういうふうに覚えていただければ結構です。なんかあの質問とかあったらぜひどん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 ちょっと質問していただきたいんですけども、あの私が走っていってしまうので皆さんがご理解できてるのかなと思いながら喋ってるんで、ぜひよかったら質問してください。で、今の着物から着物に洗い張りをするときにそれでも足らない場合ですよね。着物から着物にしたらにはできないよって言われちゃったと。そうしたら着物から羽織、上に羽織るものね、羽織るもの、羽織やコートに直すっていうのも最近よくあります、うん、特にこういうちょっとアンティーク系の着物っていうのは今の柄とちょっと違いますよね。やっぱりどうしても時代を映す鏡ですから、うん、これをあの羽織にするとなると結局これを着物にするとなるとやっぱりちょっと古いの着てるねっていう感覚があるじゃないですか、うん、それをこう上っ張りのコートとか羽織にすることによってこうそのアンティークっぽい感覚を新しいその形の羽織とかコートに変えるとかえっておしゃれな場合もあります、柄によっては、うんうん、そういうお直しが最近よくうちでも受けたまります。なかなか着物から着物へっていう方は今の振袖の方みたいに、振袖の場合はよくあるんですけども、うん、こういう小紋みたいなものはなかなか着物から着物へ変える人よりは着物から羽織コート、はたまた帯に変えてしまう方が多いです、うん、で意外とそれがなかなかいいんです。うん、羽織ひもさんが身長差10センチ以上あるとリメイクが難しいんですねと。リメイクって言っても着物から着物へっていうリメイクなんですけどね、うん、だからそれが10センチ以上ある人は羽織とかコートに直すといいですよと。あ、はい、帯とかね、帯とか、ね、うん、でもう一つはね、お直し事情でも触れましたけども、羽織とかコートにするでもダメな場合があるんです。身長差10センチ以上の人で羽織にじゃあしようかって言った時に一つ落とし穴があって、羽織っていうのは着物の上に羽織るものですから、うん、羽織っていうぐらいですから、うん、着物より幅が広くなくちゃいけないんですよね、袖幅が。あ見えちゃうおかしいですからね、うん、上が小さくて、うん、中が長かったりか、うん、最近流行れなくはいいんじゃない中を見せる、うん、ちょっとまあ長袖 T シャツ、うん、ああ半袖に長袖 T シャツ、それはちょっとおかしいですけど、はい、着物の場合はねでこれ あの幅が出ないとちょっと羽織にするのは難しくなってきます。着物より長くしないといけませんから、そういう場合に最終的にそれでも和装系に変えたい方は帯にしてしまいます。この帯にするっていうのがかなりね受けてまして、こういう着物を特にこういう着物帯にするとすごく立派になりますよ。もうとんでもなく立派になります。これその見た目がのすごいペラペラっぽく見えるんだけど、その着物がね、うん、光ります、ね、うん、それ帯にはできるの、うんうん、あの皆さんこういうペラペラっとしたものが帯になるのかって多少おっしゃる方も見えます。やはり、うん、なります。どんな生地でも大丈夫、よっぽどどんな生地でも大丈夫です。なぜならば、これ帯にするときには必ず帯って中に芯を入れるんですね。帯芯と言われるものですから、この表地に対して、どのぐらい厚めの帯芯を入れればいいかっていうのは私たちの経験で分かってますので。ああ、そういうからこれあるんだね。そうです、ね、ですから帯っていうと皆さん西陣織みたいな、うん、この間ちょっと博多織をやりましたよね、うん、ああいうこうしっかりとした帯ばかりを連想されますけども、うん、染め帯っていうのもよくあります、うん、で染め帯っていうのは、まあ、帯芯とか裏地にやはりこだわりがあって、そういうところで持たせる、うん、はい、で前回のこう博多織とかみたいに本当にしっかりとしてもう普段着にだんだん締めれるようなものとはちょっと違うんですけども、おしゃれに締めるにはこういう染め帯っていうのもいいと思います、うん、ですから着物を帯にしてしまえば染め帯になりますので、うん、染め帯っていう柄は横向きになるんですかね、うん、あ、そうですね、柄の方向はとにかく、布幅当然
横には取れませんから縦にこう取るしかないですよね。縦に取るからその柄のこちら側の柄しかないですね。着物の柄に左右されます。じゃあ、昨日じゃ先週やってた博多織の西村さんのところの、織で、なんか絵が描かれたやつあったじゃないですか。絵がありましたよ。それがもし絵が入っている着物だったら横向きになるってことですかね。それ縦向きが縦がちゃんとしたこう向きだとしたらそれを横にして帯にするってことですか。帯あの柄はこう縦向いてたから、これ着物って横で結ぶ、半々帯だったらずっと横ですけど、お太鼓だったら縦になるわけだから、その分そうか、だから全然、言ってる意味がちょっと後ろから見るとちゃんと、はい、後ろから見るとちゃんとお太鼓はまこういう花柄のところがしっかりと、前の花のところは前の花とかは縦柄になるんですね。だからね、これだったらね、そういうことか。はい、なるほど、なんとなく分かりましたね。分かりました、分かりました。ですから当然着物によって我々が見たらちょっと帯に向く柄と向かない柄っていうのがありますよね。まあ、そういうことになりますね。偏っちゃった柄とか、そうですね、片方に寄っちゃった柄とかだったらちょっと難しいかなと思うんですけど、そういうのはいろいろとご相談でねできますけど、ほとんどは、帯にできるっていうふうに思ってください。はい。その中にある帯板っていうのは今ないんですか。帯板じゃない、帯板じゃない、帯芯、帯芯っていうんですか。あ、ここに、今日は用意してきてないんですけど。あ、そうですか。帯芯はいろんな種類が本当にあります。で、我々の地元この西尾市は帯芯の産地として有名なんですよ。ああ、そうなんですか。はい、全国でもかなり有数な三河帯芯っていう、いや知らなかった、帯芯屋さんがたくさんあります。知らなかった。知らないです。たまに昔、今は少なくなっちゃったんですけど、それでも、昔自転車とかで学校通ってる時にガッチャン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 っていう音がしてるとことか通ったことないですか。ああ、そのまでもややありましたね。宮町とか、ありましたね。あと飯西港の方とか、はいはいはい、結構この西尾市には今でも帯芯を織ってらっしゃる、業者さん多いです。で、帯芯っていうのはそういうふうに、厚み、厚さ、密度、いろんな帯芯が出ています、すごい種類がありますよ、帯芯だけで。まあ好みに合わせた、まあ好み、硬さの好みと、あとはもう表地が薄いか厚いかとかによっても違いますし、わざと色を透けさせるような夏帯芯みたいな、いろんな対応ができるように、はい、いろんな対応できます。はい、たまたま今帯の場合ね。羽織ひもさん、リメイクは着物羽織といろいろ変化できるんですね。そうですね、いろいろ変化できます、私の場合リメイクではありませんが、着物生地に余りがあり帯を作りましたよということですね。そういうことですね。着物の生地でも例えば、アンサンブルみたいな生地を買ってもらうと余りが出ちゃいますよね。その余りのものを帯にしたりとか、そういう方法もありますね。小物とかも巾着とかも作るんですね。はい、当然、はい、巾着にしたりとか、あと最近では着物を着ても皆さん携帯電話を持つじゃないですか。あ、はい、着物の生地で携帯電話ケースとか、あ、同じ生地でね作って、で、あとそうですね、今言ったバッグ、着物に持つバッグを着物の生地とお揃いにして着物バッグ。あ、はい、であまりにもお揃い しすぎるとちょっと野暮ですから、はい、その自分が持っている着物の違う着物を着た時にその着物の生地のバッグを持って行くと、皆さんが多分あれあまり見たことないバッグだなって絶対分かりますから、例えばこういうバッグ、そうすると自分がこれ実は私自分の着物で作ったバッグなんですよみたいな感じで、そうそう、ちょっとおっっていう感じで、そっから話が始めていくわけですね。そっから話がちょっとこう進んだりして、深みを取る、深みを取るとかね。で、あとはこれもずっと前から喋ってたことなんですけど、
希望の生地で、鼻緒にしたりとか、あの草履のね、はい、鼻緒にしたり。それおしゃれですね。うん、おしゃれですよ。よく見ないとわからないっていう。はい、よく見ないとわからないんだけど、実はとも切れで、あの生地になります。それはなんかお高いんですかね、その。あ、でも加工代金。はい、加工代です、ね。あ、鼻緒ぐらいだったら今2000円とか、そのぐらいでできるし、携帯電話ケースだって、まあどの辺までこだわるかわからないんですけども、まあ1000円か2000円ぐらい加工代金出してもらえばできますよ。安いもんなんですね。うん、意外とそのリメイク、いろんなものにリメイクする場合は、そんなに皆さんが思うほどお金はかかりません。あの洗い張りっていう作業にやっぱりちょっとお金はかかるけど、今言った1万円近く、うん、でもそう1回ほどいてしまって、そのいろんなものに作り直そうと思えば、布としては使えるわけですから、うん、バッグにしたりコートにしたり、ね、まあ、そういうことですね。帯にしたり、うん、で帯にすればたくさん余るから生地が、うんうん、他に今言ったみたいなバッグ色のね、うん、作れますので、うんうん、最近受けてます、そういうリメイクもね、はい。そして、あとそうですね、今日、リメイクの方の着物から着物への辺でもう一個あります、こちらの方の着物、これアップで見た方がいいかな、アップ画像で見えますかね、アップ画像にちょっと切り替えていただいて、これ見えますか。はい、見えました。こう見るとこれ、こちらの生地、これはあの紬の生地なんですけども、この方は着物から着物にリメイクされたんですけども、はい、こちら裏側見てもらうと違う柄になります。わかります、こちらとこちらと違いますよね。あ、違いますね、柄が違いますね、はい。この方の場合、足らなかったんです。アンティーク系の着物を買われて、あの全然大きな方でしたから、あの着物から着物は無理ですよっていうふうにおっしゃられたんですけども、はい。で、結局どうしたかっていうと、足らなくて帯にしますかって言ったら、いや着物でも着物にしたい、ぜひ着物にしたいっておっしゃるから、このようにボン、ありますかね、左右、はい、片身代わりって言うんですけど、はい、これあっちの画像の方が分かりやすいかな、その大きく、はい、はい、どうぞ、はい、来ました、こう半分ずつで柄が違うんですね。なるほど。だから諦めちゃって、1枚で1枚の着物にするのを諦めて、1枚で2枚で1枚の着物にしたんです。もう1着買ってきてと、似たようなものをと。そうしてどっちみちあなたは大きいから足らないから、うん、2着買ってきてもらえば、その1着で半分ずつ作ってあげるよと。そういうことありなんですね。でこれ雰囲気が似てるから、あの着てもおかしくないでしょ、これだったら、うん、帰っておしゃれじゃない、帰ってこう、こっちこっち違うんだから。それでもそれでも柄の組み合わせによりますよね。当然そうです、うん、この辺はまあセンスにもよるんですけど、うん、ある程度こう慣れないうちはこう似たような感じ、黒とか紺ぐらいにしといて、でこれあの例えばあの大河ドラマとかでね、よく信長が出てくるあの大河ドラマとかあるじゃないですか。ドラマが、信長はだいたい片身代わりで赤黒とか着てますよね、舘ひろしとか。そうなんですね。そうです。で片身代わりっていうのは本当に変わったように見せれるから、昔からあったんですよ、歌舞伎ものはこう片身代わりで。あとお金持ちが、普通は1単で1着作るところを2単買って1着わざと、そうすると自分だけの、見栄のために、見栄のために目立つし、そういうことするんですね、はい、こういう文化は昔からあったんですけど、リメイクの一つの方法としてそういうこともできるよと。これ覚えておいても面白いと思います。それってそれは、うん、はい、でくっつけてあるんですよね、はい、
袖のやつ位置も変えれるんだよね。あ、当然あの今あのディレクターさんが言った通りこっちの袖をこっちの袖と交代してくれとか、うん、そうそうそう、はたまたこう交互になるんですね。はい、交互になる。でこっち襟を見てください。これ実はこの方はもう正統派なので襟もこういう風に半分ずつなんですけど柄が、まあ、揃ってるんですね、うん、襟だけはこっち逆。ああ、そっちの方がなかなかかっこいいですね。そうなると。そう。ですから、うん、どっちかというとディレクターさんは変わりもんだと、ちょっと歌舞伎もんだと。そんなことないですけど。歌舞伎もんだということになりますね。ちょっと見た目ね、袖もちょっとが左右変わってた方が。洒落てるか。うん、洒落てるな、はい、と思ったんですけど。はい、あ、なんかハオリーモさん。はい、ハオリーモさん。この位置の着物ですねということなんですけど、この位置というのは。何ですかね。あ、多分羽織もさんあの二個位置だと思われる。あ、これ二個位置なんですね。ちょっとこの位置と二個位置と間違える。あ、あのよく車でねよく言いますね。二台で一台を作るみたいな二個位置って。あ、はい。ぶった切っちゃうやつですね。そうです。これ僕がブログでね多分ねブログを見てらっしゃるんですようちの。はい、僕が二個位置の着物とか言ってね前ブログで書いたことあるんで。あ、これが二個位置、二個位置の着物なんですよ。二個で一個。二個で。はい、皆さん入らせてください。ニコイチの着物。ニコイチの着物。ニコイチです、ミニさん。ミニさんかっこいいですね。かっこいいですよね。かっこいいですね。はい、ですからこうアンティークのものでも上手にね、あの昔ながらのものでもこういうニコイチみたいにしたりすると結構かっこよく生まれ変わります、うん、これ男性ですけど当然女性でも一緒です。できますから、うん、あのニコイチの着物なんか挑戦してもらうといいと思いますよ。はい、で当然この方も余ったんです。これここにね余り切れが出てます。たくさん余りますよねニコイチだから、あの3分の1ぐらいは余りますよね、と1個ずつで。こういう生地でこの方はよく言われるのはやっぱり扇子入れとかね、扇子ケース、扇子入れとか、あと丈夫な生地の場合は足袋とか、あ、これで足袋にしたりとか。足袋も可能できるの？足袋もできます。着物の生地で足袋なんですか？はい、足袋だといくらなんですか？足袋だとだいたい2000円、3000円ぐらいですかね。3000円ぐらい、オリジナルで作って、はい。で、今言ったバッグ、携帯電話入れ、うん、他に何作るかな。結構ね面白いもの作ったことある。財布とか。ああ、財布、はい、財布、それからタバコ吸う人はタバコケース、はい、そういうのにしたりすると、うん、こうわざとアンティークっぽいので作ると年季が入った感じで、うん、おしゃれな感じ、和物って感じで、うん、別にあの着物の時に持たなくてもね、洋服着た時でもそういう和物を持つのが流行ってますから、あの着物の古いものでそういうものにリメイクする方もお見えになります。それからそうですね、もうあと10分、着物から洋服へっていう方。ああ、それちょっと僕もね考えたことがよくあるんですけども、はいはい、古着を買われて、洋服に変える、はいはい、あの当然できます。どんな服でもいいですか？ですね、やはりこの布幅っていうのが着物の場合は決まってます。洋服って広幅ですから、はい、後ろが広いんですけど、はい、洋服は着物は小幅っていって40センチの幅しかないので、はい、継いだりしてもまっすぐに継ぐことぐらいがしかできない、うん、斜めに継ぐことをすると足らなくなるので、うん、デザインもちょっとは限られてくるんですけども、はい、結構上手に切り替えとか、はい、あの布を継ぎ足すとか、うん、そうすれば、よっぽど自分が思い通りの洋服に変えれます。あ、そうなんだ。よくやるのがですね、絞りの着物で、はい、浴衣、例えば絞りの浴衣で、名古屋市長がよく来てるんですけど、はい、名古屋市長は有松絞りで絶対、はい、最近は夏は全部あの人はワイシャツにしてますよね。ああ、はい、そうなしたっけ。名古屋市長はだってすごいですよ。地元のものを全部使うから、黒紋付きで出てったりとか、名古屋友禅で出てったりとか、有松絞りで
服作っ、あのワイシャツ作って議会に出るとか、あ結構僕はそういうところではあの市長あんだけうるさいけど、あのちゃんと地元のことを考えてるなっていうのはありますけど。あそうですか、ちょっとそこまでちょっと注目して見れなかったですね、うん、はい、また今度名古屋市長がテレビに服でギャーっていう時に服を見てください。こ言葉で名古屋弁をみんな聞き入っちゃうけど、警視庁ですね、はい、警視庁、はい、で今ディレクターさんが言った通り服に変える時もよっぽど自分の思い通りの服にはなります、うん、はい、ただできないのはワンピースみたいな長いの本当に、はい、で袖も全部同じ生地で作ってくれと、ね、その紐も、うんうん、そうするとやっぱり足らなくなりますね、ちょっとね、うん、着物の方がちょっと、まあ、2ターンあれば当然2ターン今言った2個1にすれば、うん、あいろんなデザインができますよね。あ、まあ、結局布の量の問題なんですね。そうですね、着物はだいたいこの布幅で12メーターですから、うん、はい、あの洋服っていうのはだいたいセパレートで考えているので上着と下と、はいはい、うん、ですからだいたい広幅で3メーター単位ぐらいで、はい、で広幅が1メーター布幅だから、はい、ね、7メ、6メーターちょっと、うんうん、でこっちの方が余るから、あの1メーターだと布幅40センチじゃないですか、着物は、うん、80センチでしょ、うん、そうするとあと30センチが余るわけですよ、洋服地だと、はい、で30センチの分が紐になったりとかいろんな風になるから、はい、結局洋服地の方がちょっと余裕がありますよね、うん、で、そんだけ着物がエコだったってこともあるんですよ、うん、使わないってことですね、布はあんま使わない着物はと、うんうん、ワンピースだし、うんうん、そういうのもありました。で、今、着物からね、洋服っていうところで実は今日本当はここでご紹介したかったんですよ、洋服に作られた方見えて、うちしょっちゅう受けるんで着物から洋服は。そんなにいっぱいみんなやるもんですか。結構いますよ最近は、おばあちゃんのタンスから出してきて、こう洋服できんかと、洋服できませんかと、シャツにしたりとか、はい、今日なんかは明治時代のおじいさんの袴を、はい、ベストにしてくれっつって、あで袴のプリーツを生かして、こういうところに袴のプリーツが出てるベスト、はあ、で袴ってちょっと張りがあって光る生地ですから、はい、結構かっこいいベストになりましたよ。ああ、ないんですかそれは。だって今日取りに見えちゃったもん、本当は今日取りに見えないよなと思ってここで見せようかなと思ったら取りに見えちゃった。まだできてないって言ってくれなきゃ。それは嘘になるじゃないですか。ね、そろそろできたっておっしゃって見せしめるとか、見せしめれんし。でもう一つはね、その方はねよくある、皆さん持ってらっしゃると思う、お母さんたちが雨コートっていうのを持ってるんですよ、着物用の雨コート。で着物用の雨コートって絹なのに水が弾くような折り方で折ってあるから、折りで水を弾きやすいようにね、密度が濃い、はいはい、で雨コートで、その人は、まあ、ちょっとしたホームコートみたいな、あのワンピースみたいな感じでね、ホームコートみたいなやつに、して仕立てられましたね。かわいい感じでしたよ、ちょっと手が出て、手というか半袖っぽくなってて、はい、で A ラインみたいにこう広がるような感じで雨コートを、はあ、誰も雨コートだと思わなくなります、はあ、うん、まあでももうデザインですからね、はい、その洋服化はかっていうのはね、そう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 、うん、ですから結局はそういう部分では結構着物で洋服にする人も多いです。まあやっぱり僕らも昔はね着物に洋服にしてもらうとっていう頭もみんなあったと思うんですけど、着物は着物だよみたいな、うん、でもまあタンスに眠ってるよりはね生きるから、そのものがね、そういうものっていうのが、例えば大島紬でベストとか作られる方も多いんですよ、すごく高い大島で。でそういう大島紬でベストを作ったりするとみんなからすっごい褒められますよね、これ大島でしょって言って、うんうんうん、でそういう人が見た時に、あやっぱ大島紬っていいなと思ったりね、そういう風になりますよね、うんうん、はい、
とりあえず今一通りねリメイク方法についてちょうど1時間弱ちょっと喋らせてもらいましたけども、ね、ご覧になっている方ちょっと僕が怒涛のように喋ったので、何かご質問があればね、うん、ちょっとハウリーモさんとミニさん以外で違うか、うん、いつも、ね、ありがとうございます。いつも見ていただいている人ですからね、はい、もういつも、ね、いつもハウリーモさんとミニさんにはありが、うん、見ていただいてありがとうございます、まあ、でもあれですね、今思ったんですけど洋服っていうのはシルエットが大事で、うんうん、和服は生地なんですね。あ、そうですね、うん、生地柄というか、そうですね、うん、そんなイメージがありますね、うん、でだからこそ今洋服に仕立て直した時に着物を、うん、結構そのなんていうんですかね、昔思ってたそのリメイクっていうのはリサイクルみたいなイメージがみんな強いじゃないですか、うん、リメイクって言っても、はい、あ、これはリサイクルしたんだなみたいな、はい、じゃなくて今この着物の生地をリメイクして洋服地にするとみんなが欲しいって言うんだわ、うん、それ売れるんちゃうか、売れるんですよ、ね、本当にいいぐらいだね、うん、だからこう結構うちに何度も何度も足を運んで、で理由を聞くと、うん、その方が褒められるからそれを着ると、ああ周りの人に、周りの人に、うん、いいねいいねっておっしゃられるから、うん、じゃあまたじゃあまた、要は洋服を買わなくなる、うん、和服柄なんだよね、和服柄で、うん、和服の生地で洋服に仕立てたいと、うん、これはある意味僕が思うに、うん、新品の布反物をこれはね海外が買うんじゃないかって思う、逆に海外のそういうデザイナーがすごい織物としては立派だから着物って、うん、要はね、うん、それでデザインした洋服っていうのを作ってみたいと、うん、今までは染めとかプリントですごく華やかにしてきたのが洋服ですけど、うん、こういう織で、うん、作るような素朴な服っていうのにまたちょっと惹かれてきたっていうのもあるかもしれませんね、うん、そうですね、布勝負ですね、そう、あなたがこの間ね西村織物さんの蓮の帯をディレクターさんが見て、うん、だーわーみたいな、だこれみたいな、あれは素晴らしかったですね、はい、ああいう織で例えば洋服にどこが取り入れるとか、うん、そういう風になってくると色とかがね変わってくれば、うん、またちょっと日本の文化を見直せられるっていうか、うん、やっぱすごいんだなと、ですね、きっとあれヨーロッパ行っちゃったりすると原色使った糸で、はいはい、そう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 、ちょっとこう、こう緩んだ板のところが緑でとか、はいはいはい、またところは黄色で赤でっていうことになるんでしょうね、うん、そうでしょうね、その辺はまあ向こうが例えば日本に作ってくれっていうふうになるかもしれませんしね、うん、実際に、はい、でところでもうあと 2,3 分になりました、はい、でですね今日はですねちょっとリメイクの方がねこれで終わったんですけども、はい、ニュースというか先ほどディレクターさんともちょっと喋ったんですけど、いつも見ていただいて、僕もそのディレクターさんも知っている、マスターミンミンさんっていうね、はい、よく常連でねいつも見ていただく方いますよね。ミンミン今ミンミンさん見えるんですかね。いや今日はね見れないっておっしゃったんですけど。あ、そうなんですか。どういうことかというとね、皆さん、いいですね、そのいつも見ていただいているユーストリームで見ていただいているマスターミンミンさんという方がわざわざ関東圏内の方なんですよ、はい、今日ねうちにお見えになりました。嬉しい話ですね。ものすごく嬉しかったですよ。こちらの方がね、東海地方にもともと嫁がれる前まではお見えになった方なんで、はい、こちらの方の地理が詳しいといえば詳しいんですけど、わざわざ関東圏の方から当然今日はどっかその実家に泊められるっていうことだったんですけど、わざわざこの片田舎の西尾までお越しくださって、でしかもですねマスターミンミンさんがディレクターさんと天の声さんと一緒に食べてくれって言って、こんな皆さんこれこんなじゃじゃーん、木村安兵衛銀座の酒蒸しあんぱん木村安兵衛ドンって感じでこう持ってきていただいて、ぜひお二人で
食べてください。ありがたいお話でございますね。それは本当に。せっかく今日ね、いつもユーストリーム見ていただいている方で、アーカイブ楽しみにしてますって言われたから、今日見れないから、じゃあアーカイブに載せちゃっていいですかって言ったら、はい、どうぞどうぞっておっしゃったんで、あ、そうです。ここでミンミンさんが、にいただいたこれ食べますか。いいんですかね、応援中に。ちょっと皆さん、これはあのミンミンさんにのね、ご好意で、銀座です、銀座、東京、東京。まあそれをいただきましょうかね。はい、これいただきましょうかね。これね、酒蒸しのアンパンみたいですよ。わ、すごいすごいすごい。あ、もう誰かに食べられてる。はい、酒蒸しのアンパン。酒蒸しのアンパン、ね、はい、はい、いただきます、はい、ちょっとじゃあ、ミミさんに分かるようにディレクターさん、はい、いただきます。はい、いただきます。ミミさんにいただいた酒蒸しアンパンいただきます。あ、美味しいですね、うん、あ、うん、酒粕の味がする、うん、酒粕の味がしまして、うん、うん、大変美味しゅうございました。大変美味しゅうございました。ごちそうさまでございました。後からまたこれね、食べましょうね、はい、あのしっかりと、うん、ってことで、はい、時間もね、ちょっと今日はね、開始時間が少し遅れたんで、はい、ね、ちょっとあの、うん、ちょっと延長してもはい、ちょっと延長してもいいぐらいです、ね、ちょっと延長してもいいかなと思うんですけど、はい、リメイクについて意外と今日はあの質問が少ないので、うん、僕 あの話がよくわからんかったのか、それともちょっとあのよくわかりすぎたのか、うん、分からんことはないと思うんですね。わからんことはない、うん、とにかくリメイクっていう方法が、うん、いろんな方法があるよっていうのを知っていただくといいかなっていうのが今日のねお話だったんで、あ、今日のそのミニさん、はい、個人的にはエコバッグみたいなのが欲しいですと。おお、ね、着物でエコバッグ、まあ、最近一人に一つみたいなね、はい、携帯電話ぐらい あの最近あれですよね、あの普及率を、うん、ありますけど、どの買い物を行くのにしても、はい、エコバッグ、はい、マイバッグってやつね。いいですね、そういうので、あの頑丈さはやっぱり強いんですよね。うん、あの物によってです。だからさっき言ったように、ん、あんまりアンティークの古いものだとちょっと破れちゃう場合があるけど、うん、基本的に織物ですから、はい、強いですよね、うんうん、普通の布より着物は強いです、うん、はい、じゃあエコバッグにはぴったりですね。エコバッグのみたいなのが欲しいですと、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまあとりあえず今日はね、はい、たまにはこう定時で一回バシッと終わって、はい、実はあのこれね、ぜひ番外編はこの後流しますので。わかりました。あの番外で今日の裏話をあのしますので、とりあえず5分ほど、お別れです。で録画もちょっとここでね切らさせてもらってよろしいでしょうか、はい、じゃあまた来週はまたご覧ください。はい、どうもありがとうございました。来週って何やるんだろうね。来週はまた